一粒の麦、原作香川豊彦。私は日本の山奥に埋もれたこの麗しい物語を思い出しながら、日本の行く末をこの物語のうちに発見されることを私の愛する皆さんに希望したい。一粒の道に落ちて死なずばただ一つにてあらん、もし死なば多くの実を結ぶべし。行きつ戻りつとつ追いつ、久しぶりに帰った我が家の前でためらっているのは山下柿地であった。相変わらず叫びたりの父幸吉、枷を回す母。柿地は迷いながら戸の前で歩いていた。ようやく決心して柿地は戸を開けた。ただいま。母が出てきた。まあ、隠しじゃないか。どうしたんだ、今頃。ずいぶん大きくなったね。さあ、お入りよ。お父さん、こんばんは。何？柿地だ？何しに帰ってきた？訳を言え。ことによっちゃ座敷にあげることはできんぞ。まあ、そうと天海さん、そんなこと言わないで、久しぶりに帰ってきたんじゃないか。まあ、とにかくお上がりよ。積もる話はまた明日にして。さあさあ、お入りお入り。久しぶりに帰ってきた柿地を迎えたのは修羅の父であった。山下柿地は11歳の幼い時、天竜川の山奥へ木こりのでっち奉公に出されたのであった。木こりの働きは幼い柿地にとっては厳しかった。おい、何グズグズすんな、しっかり働け。幼い柿地にとってそれは辛い苦しい毎日であった。やがて10の年から豊橋の材木問屋丸八に雇われることになった。あ、こんにちは。あの丸八ですが、材木の集金に参りました。あ、ご苦労さんね。はい、それじゃあ、ちょっと待っててちょうだい。半取帳にハンコを押してくださいや。いや、実は、今仕事の帰りでハンコを持ってないんです。後日また伺います。こうして柿地は初めて店の金をごまかし着服したのであった。当時5円といえば大金で、今の5万円以上の価値があっただろうか。柿地は当時の青年が遊んだように射的場に行ったのであった。射的場は若者で賑わっていた。まあ、柿地さん上手じゃない。素敵よ。いや、今日はな、ちっと持ってるぞ。ほら、どうだ。まあ、柿地さんすごいのね。たまにはいいじゃない、ゆっくり遊んでいってよ。
おい、柿吉、今日はえらい景気がいいじゃないか。柿吉も隅に置けないな。お金をごまかした罪も忘れて、女の甘い声が脳裏から離れない柿吉であった。おい柿吉、あの吉田さんのところへ集金に行ってくれないか。はい、わかりました。困ったな。もうその金はもらっちゃったんだよ。柿吉は心の重荷に耐えかねて、ふらふらと橋のたもとで歩いていた。しかしそのままにはするわけにいかず、丸八に帰るのであった。おう、柿吉、どうした？吉田さんどうだった？いや、実はまた留守でね、しょうがねえな。だが、これ以上柿吉は自分の罪をごまかすには耐え忍びなかった。その翌日、彼は丸八に偽電報を打って、故郷に帰ったのであった。父帰得、すぐ帰れ、マサ。何年ぶりかで初めて帰ったが、父の幸吉は以前にも増して酒に溺れていた。お父さんはああやってね、毎晩酒を飲んでばっかりいるんだよ。困ったもんだよ。お家にはね、もうそんなね、お金ないんだよ。おい、酒がねえぞ。もう一度買ってこい。お前さん、そんなこと言ったって、もうお金なんてないんだよ。何？金がねえな。なんだって、これでも質に入れて買ってこい。何グズグズ言ってやがんだ。早く買ってこい。父親は酒を飲むと人が変わったように暴れるのであった。あれ、お母さん、お父さんの様子が変だよ。チューブだな。やっぱり酒から来てるんだよ。それじゃあ、もう一生足腰は立たないんでしょうか。まず今の医学では治らないな。深酒は慎むように、私は何度も幸吉さんに注意しとったんだがな。父親が寝込むことによって家庭はますます暗くなった。それに生まれつきの病弱な弟がいた。先生、こんにちは。いやあ、太一さん、具合はどうかね。まあ、太一さんがあんな体で生まれてきたのも、おやじさんの酒からだと思うがの。酒は本人に害があるばかりか、恐ろしい遺伝を残すんでな。医者は
そのように言ったのであった。まあ柿吉さんが帰ってきてくれたのでよかったの。これからはお父さんの代わりに家の大黒柱になって働いてもらわないと。こうして柿吉の肩に大きな重荷が乗せられたのであった。5年ぶりに故郷に帰った柿吉を待ち受けていたものは酒乱の父と病気の弟、借金の家計であった。昔ながらの川の流れを聞きながら、その夜柿吉は一睡もできなかった。母親のマサは、そんなわけでない、借金はたまるし、このままではどうしようもないんだよ、困ったな。酒屋の主人がやってきた。山下さん、今日はな、なんとか払ってもらわんと、もう15円も酒代を貯める家は村中でお宅だけだぜ。なんとかしてもらわなきゃね。酒屋の主人に責められて柿吉はいたたまれなかった。その時村の巡査がやってきた。すねに傷を持つ柿吉は、これはまずいぞ、思って逃げた。まあちょっとお入りくださいませ。お茶でも一杯どうですか。柿吉は逃げるように去っていった。村の教会では日曜学校が開かれていた。村の人たちは物珍しそうに覗いていた。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。オルガンに合わせて子供たちが歌っていた。さあまた来週いらっしゃいね。あ、皆さんどうぞご遠慮なくお入りください。あ、必ずねためになるお話がございますから。これは困ったなと思ったけれども、行きがかり上柿吉は中に入っていった。牧師の村野先生のお話が始まった。皆さん、罪を犯したら隠してはいけません。その罪を悔い改めて二度と罪を犯さないことです。例えば5円盗めば必ず5円だけの罪があります。なんで俺の過去を知ってんだろう、しかも5円までどうして知ってんだろう。柿吉の心は穏やかではなかった。次々と過去の丸八の親父の顔や巡査の顔が浮かんできた。それでは皆さん、賛美歌をご一緒に歌いましょう。オルガンが鳴ってみんな一斉に賛美歌を歌い出した。主よ見てもて聞かせたまえ。その夜更け
暗い家庭の空気に耐えきれなくなった加吉は、故郷を捨てる決心で家を抜け出した。翌日、峠に差し掛かると、犬を連れた男に会った。いや、別に怪しいものじゃないよ。ところで、あんたはどこ行くんだね。これから、実は東京行こうかと思ってるんですよ。何しに？何し東京行くんだ？別に当てはないんですけれども、まあ一旗あげようかと思って東京行こうかと思ってるんですが。いやダメだよ。あのね、東京はね、もう満員だよ。で、百姓はね、生活が苦しいから東京に出ていく。まあ君のその、もう一人だろうけれども、都会は人間が溢れてなおさら不景気になる。だからまるでね、そんなこと言えばね、合死に行くようなもんだぜ。やめたまえ。加吉はその言葉についに東京へ行くことを断念した。しかし父親の病状はますます悪くなり、耐え難い暗さに覆われていくばかりであった。この村の教会の婦人が加吉の現状に同情して、村の牧師のもとへ連れて行ってくれた。加吉の心は揺れていた。ごめんください、この方がとても苦しんでいらっしゃるので、私がお連れしました。どうかお話を聞いてあげてください。そうですか、まあお入りください。加吉はその婦人に連れられて村の牧師のところへ行き、話を聞いた。村の牧師は、私には他人の悩みを癒すだけの力はありません。しかし、一緒に話しましょう。苦しい時に、自分だけ苦しみながら逃れようと思ってはダメです。苦しい時には、なおさら他人の犠牲になるのです。あなたはお父さんの世話をよくしてあげますか？弟さんの世話をよくしてあげますか？またお母さんを慰めてあげますか？万人がパンを食べないときは、一人が菓子を食べてはいけないということわざがあります。まず他人の苦しみを救うように、隣人を愛する心、土を愛する心、神を愛する心の三つの心で自分を立て直し、また村を立て直すことができるのです。村の牧師の一つの言葉が加吉の胸に刺さり、
また癒されるのであった。こうして柿地の心は少し平安になった。姉のお朝が汽船から飛び降りて乗死したという知らせが家庭をさらに暗くした。母のお朝は本当に嘆き苦しんでいた。お母さん、どうした？いや、こう悪いことが続くのはご先祖様のお墓が5、6年掘ってあるせいだと思うがね。なんとかしてお金を工面して一度お前にお墓参りでもしてもらいたいんだけどね。お母さん、大丈夫だよ、僕がなんとかするから。あの豆腐屋のお花ちゃんが私のことを月謝をタダにしてもらう貧乏人だと言ってバカにしてたのよ。まあまあ、うちへ話せ。その伝承を見ていた教会の婦人が柿地に呼びかけた。柿地さん、こんにちは。あのね、お母さんを安心させてください。そしてね、お墓参りでもしてあげてください。これ本当にわずかですけど、ご用立てしてくださいよ。え、こんな大金ですか？いや、申し訳ありません。柿地はそのご厚意を感謝して、そして先祖の墓地、愛知県蒲郡にある扶桑村にお墓参りに行く途中、思い出の豊橋に途中下車して丸八に久しぶりに訪ねることにした。旦那さん、このお金は以前借金したお金なんです。もうこのお金をお返ししなければ私は苦しくて仕方がないんです。このお金をお返しすれば心の苦しみが解けますので、長い間の苦しみから消えますから、ぜひ取ってください。いやいや、あのね、別に気がつかなかったんだからね。まあいいから持ってきなさい。いやいや、そういうわけにいかないんです。それはできないんです。私の心が晴れませんから。柿地は借金を返し逃げるようにして外へ出た。橋の上で借金を返した柿地は心が明るくなって、本当に明るく希望が湧いてきた。柿地のうち島村や定吉は扶桑村で船大工の職人として名の売れた船大工だった。子供のいないおじ夫婦は近所の紡績工場の女房たちから親のように慕われて、おじの家は彼女たちのクラブのようにみんなが集まっていた。その中の一人、吉江は下駄を揃える優しい心の持ち主であった。あのね、おじさん、吉江さんはね、柿地のことばっかり言うのよ。どう、おばさん？おう、それはいいな。そいつは似合いの夫婦になるかもしれんな。
やだおばさん。その時に柿吉が現れた。ほら、噂をすればなんとやら柿吉さんが来たわよ。おじさんこんばんは。お墓参りも済んだことですし、明日の朝また帰ろうかと思ってるんですけど。あら、柿吉さんもう帰っちゃうの？まだいいじゃないの。よしえは恨めしそうに言うのであった。それから間もなく柿吉は村野先生の紹介で水車小屋に雇われることになった。この水車小屋の持ち主は村野先生の親戚にあたる農科大学を出た人で、村では尊敬され、通称水車場の又さんという人だった。あれ、あ、おやおや旦那さん、そんなとこで寝ていちゃ風邪ひきますよ。あ、柿吉か。いや、旦那さんはやめてくれよ。ハゲ頭の地主みたいでおかしいよ。でも地主には違いないじゃないですか。まあしかし俺はな、この村の将来を考えている地主なんだよ。まあそれじゃあしっかり働いてくれ。今俺たちは村のお偉方の度肝を抜くような仕事を考えてるんだ。ある夜、数人の村の青年たちが集まってきた。で、村野先生は青年たちに言った。この村を改造するには金糸を励行することが一番良いと思います。で、それには山下君などに働いてもらって、青年代を組織して、まあ見込みのある人たちを用いて金糸運動をすることが大事だと思うんです。いやー、僕にはちょっと重荷すぎますよ。幾日かたって柿吉の禁酒運動は白熱を増してきた。そして校長先生に会いに行った。校長先生、先生にぜひ禁酒会の顧問をお願いしたいんですが。石川県の加賀村の禁酒会では校長先生が会に加わっておられるんですが。それはそうとね、君、今日の名古屋新聞を見たかね。校長先生は新聞を持ってきた。これを見たまえ。その新聞には驚くことが書いてあった。交差点の白昼強盗、2日午後巡査がその場で逮捕、犯人山下佐助。なんとそれは柿吉の兄ではないか。岐阜の笠屋で奉公しているとばっかり思っていた兄佐助が強盗とはなんということだ。上津村の青年団長は柿吉の運動を快く思っていなかった。村の
顔役たちが集まっていた。この間も柿吉のやつが青年団の者を禁止会に入るように運動しに来やがったんだ。もちろん跳ねつけてやったよ。なんといってもね、村のお偉方におすがりせんと私らの達成ありませんわ。明日のなんか禁止会には日本で有名な会長を呼ぶという話だが、誰が来たって構うことないじゃねえか。やじり飛ばしてやら。青年会長はそう豪語していた。お姉さんお姉さん、酒だ酒だ。禁止会の公演が始まった。その垂れ幕には理想の第一歩として山下柿吉と書かれてあった。柿吉の話が始まった。皆さん、大酒の害につきましては、その本人だけではなく、子孫にも及ぼす恐ろしい影響があるのです。どんなにか酒が人々を狂わすか。そうだ、その酒によって強盗が生まれるんだ。他人事のように言うな。強盗の弟。町の公役たちはその公園をじゃじいちと飛ばすのであった。皆さんお静かに。皆さん、私を見てください。強盗の弟がどんなに悲惨であるか。大酒飲みの子が成長してどんな浮き目に遭うか。強盗の弟、大酒飲の子として私はこの壇上に立って皆さんのあざけりを受けなければならないのです。会場から盛んな拍手が湧いた。だからこそ私はなおさら禁酒運動を叫ばなければならないのです。おいおい、なんだかおい、形勢が悪くなってきたぞ。まずいな。翌日の朝刊には柿吉の勇気ある行動を称賛する記事が載った。嵐の中に理想の灯火を掲げる山下柿吉君、辞める父を助け一家を支え、禁酒運動の傍ら他人の世話をすると新聞には書かれてあった。吉江はその新聞を嬉しそうに見ていた。吉江の手紙が来た。誘惑の多い工場で働くことはこの私にはもう我慢ができません。近いうちにあなたのところへ行きたいと思います。私が行くまでに機織りを一台用意しておいてください。
その旗折りを使って働きたいと思います。よしえ。あ、皆さんこんにちは。ちょっと今日はね、角地くんに相談があるんだよ。あ、何でしょうか。上津村の、いや日本の歴史に残る水車会議が始まるんだ。米は下がる、米は下がる、都会から失業者が帰ってくる。この疲弊しきった農村を立て直すために今こそ我々が仕事をする時だと思うんだ。まあ君が言ってるね、立体農業をまず俺の山で始めようと思うんだが、マタさんがそう言った。以前の山火事の後にくるみと栗の苗木を仕入れて早速植えてみたいと思うんだよ。あ、それはいいですね。マタさんは我々が中心になって廃止会の青年を動かしてその仕事をしていきたいというんです。そうなんだ。そして山下君に主任をやってもらいたいんだ。いやー、僕にはちょっと荷が重すぎますね。いや、角地君のような青年が中心になって働かなければ日本を良くしていく道はありませんよ。そうですか。とにかく一生懸命やらせていただきます。角地はそう答えた。よしえは工場の労働に耐えきれず、柿氏の家にやってきた。あれ、どうしたのよしえさん。驚きになった。いろいろ事情があってこっちやってきちゃったんですけど、ご迷惑だったかしら。ちょっと待っててね。お母さん、お母さん、不相の人がねやってきたんだよ。え、何？お嫁さんが来たのかい？いや、まあまあ、よくおいでなすったな。さあ、あら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 。よしえさん、よくおいでくなすったな。お入りください。お母さん、ちょっとね、今晩これから重要な会議があるもんだから、ちょっと行ってくるな。何言ってんだ、あった。ちょっとお待ちよ。まあ、はるばるお嫁さんが来たというのに。町の顔役たちがまた集まってきた。もう行動も禁止会が触ってくると、ああ、村は火が消えたようで困ったんだな。おい、その上土地利用組合とかなんとか立ち上げたりすれば余計禁止会に入る連中が増えるし困ったもんだな。まあまあ、飲んで飲んで、一つ荒れ老人するか。また講演会が始まった。
皆さんが満場一致で土地利用組合に加入してくださったのですから、ここで山林の所有者栗本又吉さんにご挨拶をお願いいたします。又さんが登場した。皆さん、農村の振興はまず我々自身が協力一致して進むことです。組合員は肥料の買い入れ、その他すべての費用と労力を分担すること、そして利益を平等に分配することです。これが我々の目指すところです。おい、エチオエ、夜足業の手先やつけろ。国賊め、アーメン坊主。カキシはその乱闘の中で負傷した。お母さん、あのカキシがね、怪我したんです。え、カキシが怪我した。それから数日後、各地を中心にして力強い立体農業が開始された。土地を耕し、くるみを植え、栗を植樹した。そこに犬の仙人がやってきた。みんな明るい顔してるな。いや、暗い顔なんかできるもんですか。立体農業が始まったんですよ。まったくだ、日本建設の第一歩だからな。みんな明るい顔してるな。頑張れよ。いや、僕も嬉しいよ。今に栗が実り、くるみが実り、まあ豚が飼えるようになったら、俺を豚の番人にでしてもらうかな。各地に召集令状が来た。そして柿地が入園する前夜、この旗織り、ずいぶん旧式だけど大丈夫、使えますわ。私が一生懸命この旗織りをすれば十分に一家を支えられますよ。本当に芳恵さんはまるでこの家を救うために現れた天使のようなものだ。私ね、あのオリオン星座の星が大好きなの。初めて女工になって寄宿舎に寝た晩、あの星を眺めて泣きましたわ。
じゃあ僕は弊社から毎晩オリオン星座を見て眺めているから、吉江さんも一緒に眺めてね。でも2年って長いわね。柿氏が入営すると同時に満州事変が起こって、彼の所属部隊は守備隊として支那、現在の中国に行くことになった。こうして柿氏は入隊した。吉江はその旧式な旗織りで一生懸命に旗を織り、家計を支えた。針仕事、また妹の勉強の世話、そして母親を助け、また父親には本を読んで聞かせ、献身的な吉江の働きが続けられた。やだ、僕やだ、薬はやだよ。いやでも飲まなきゃダメなのよ。ね、病気なんだから。弟の世話を一生懸命する吉江であった。こうして、けなげな吉江の血のにじむような努力が続けられた。朝二晩に旗織りをし、その働きは大変な努力であったが、その働きによって吉江の体は蝕まれていった。春が過ぎ、夏が過ぎ、秋となり、そして木枯らしが吹く頃、かくして2年残り少なになった頃、山は植林が生育し、村は豊かになったけれども、吉江の体は病気で蝕まれていった。入隊した兵営での柿氏は吉江を思い出しながら手紙を書いていた。すると幻に吉江が現れた。あれ、吉江さんどうしたの？どうしてこんな遠くまで来たの？いや、私海を渡ってきたの。山下君、電報だよ。その伝文には、吉江、今朝3時エイビンス村野とあった。柿氏にとって2年ぶりの懐かしい故郷ではあったが、愛する吉江の姿はなかった。あの吉江さんはね、本当に旗織りを朝に晩に休みなく織り、
お父さんと泰治さんの世話をする傍ら、家事、洗濯、教会のご奉仕、組合の仕事と、ありとあらゆることを一生懸命されました。全く人間技ではなかったよ。働きすぎたせいだよ。吉江さんは全く天使だった。吉江の遺骨は土地利用組合の中に埋葬することになった。この森を乙女の森と名付けましょう。乙女のまま昇天された吉江さんのために、あの栗の木を植えた時には吉江さんも手伝ったんですがね。細野吉江記念碑、1928年10月18日昇天。我々の立体農業の運動は、吉江さんのような犠牲的精神を基礎として協同組合運動で進めねばダメですね。その意味から言って、吉江さんは我々のための尊い犠牲でした。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん。もし死なば、多くの実を結ぶべし。